精神科医とは、精神医学を専門とする医師であり、精神障害、依存症の治療を専門的に診察する医師免許を持つ。精神科医の業務には、精神疾患の診療、精神疾患の予防、精神衛生の普及がある。これらの中でも、中心的業務となる診療業務は、外来のみの診療を行う精神科クリニック、入院施設を有する精神科病院。 総合病院内の一診療科としての精神科など各医療機関において主に行われる。精神医学及び精神科も参照 OECD 各国のメンタルヘルス問題児の受診先調査。青は総合診療医、赤は精神科医、緑は臨床心理士。精神疾患の治療は OECD 諸国においては主に プライマリケアを担当する総合診療医が担っている。日本ではプライマリケアは整備途上であるためプライマリケアとの連携が今後の課題である。厚生労働省は GP ネットとしてプライマリケアと精神科医の連携を進める政策をとっている。専門とする精神医学には児童精神医学、老年精神医学など人間の発達年齢別の分野のほか 犯罪精神医学、司法精神医学など、特定の集団を扱う分野がある。また、精神科医や臨床心理士が、他科の患者の心理的ケアを行うなど、チーム医療活動に力点を置いた分野に、リエゾン精神医学がある。精神医学界分類も参照、OECD 各国の人口10万人あたり精神、保健従事者数。青は総合診療医、赤は、 精神科医、緑は臨床心理士、代々は精神保健福祉士。一般的に精神科医になるための要件は国によって異なる。アメリカ合衆国とカナダにおいては医学博士号を保持した後、精神科レジデントとして4年間の研修を経なければならない。すべての精神科レジデントは認知行動療法、サイコドラマ、支持的精神療法の技能を有することが、 要求される。イギリスにおける精神科医は医学志望を保持する必要がある。なお、イギリスの総合診療医では精神科研修が必須である。ドイツにおいては心理関係職は以下が挙げられる。日本においては6年生医学部を卒業し学士または医学士の学位を有する。さらに精神科専門医となるためには2年間の初期研修に加えて 三年間以上の精神科後期研修が必要である。学会認定専門医、編集学会認定専門医として、精神科専門医があり、日本精神神経学会が認定する。精神保健指定医、編集詳細は、精神保健指定医を参照精神科医療の臨床現場では、特に病識がない精神疾患患者の場合、患者本人及び患者の周囲の人間の生命、 身体などに甚大な損失を招く可能性が認められることがある。そのような場合などは、たとえ当該患者本人の意にそぐわずとも患者の医療を受ける権利を擁護するため患者に適切な医療や処遇を強制する必要性が生じる。このように人権と医療との間の微妙なバランスへの配慮を迫られる臨床現場においてその全責任を負う存在として 精神保健指定医がある。精神保健指定医は、専門医などのように学会が認定する、民間資格ではなく、精神保健及び精神障害者福祉に関する、法律第18条に基づき厚生労働大臣が、指定する法的資格である。したがって、上記のように一歩間違えれば、人権侵害の恐れもあるが、病識の欠如、自傷互いの恐れ、医療を受ける権利を擁護する。 例えば、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院、退院制限などを行うには、精神保健指定医の診察、判定を要する。また、保護室への隔離や身体拘束などの行動制限を行うときにも、一般の精神科医よりも、精神保健指定医の法的な権限は大きい。詳細は、日本の精神保険を参照高に比べ、 客観的検査所見での診断がつきにくいことや死亡などの医療事故及び医療訴訟が少ないことで誤診に対する意識が低いという声もある。誤診の結果、医療機関を何度も変えた経験がある。神奈川県の男性患者は迷惑するのは何よりも患者です。精神疾患の確実で客観的な診断法の早期確率を強く求めますと訴え、茨城県の女性患者は 診断基準にない病名もどきを押し付けられ、親子関係まで悪化した経験をし、安易で確一的な診断は、こりごりととろしている。このように患者の思いを汲み取らず、診察を一方的に進める精神科医も一定数存在する。一方で、近年公開されている治療成績と医師配置水準の関連を調べた研究では、 医師配置が手厚い病棟ほど治療アウトカムが良好であることが示されており、高同様にマンパワーが低い場所ほど医療水準が下がる傾向がある。これには、イギリスやフランスと比べて、日本では病床あたりの精神回数が非常に少ないという背景があり、日本の精神回療水準を高めるには、医療資源の最適化が必要であるとされる。アメリカ合衆国では、 医学部卒業後、義務付けられたプログラムを3から4年かけ終了し、学科試験に合格しなければ、精神科医として認められない。日本では、ほとんど教えられることのない、認知療法を含むエビデンスに基づく、複数の個人精神療法を実践し、学習することも求められる。イギリスでは、6年間のプログラムの前半3年間で、精神療法を学ぶ。日本は、 かつて大学の医局が独自のやり方を教える方法だったが、現在は指導医制度が存在している。防衛医科大学校精神科学講座教授の野村、総一郎は適切な薬物療法の指針として標準治療を知っている。副作用とその対策を熟知。高精神薬の種類を減らすを上げる努力をする。複数の薬を使う際、患者に納得できる説明ができる。 薬の少量を投与しない。薬の飲み心地をいつも聞く。の6条件を挙げている。また、診療報酬の7割を占めるのは、通院精神療法と呼ばれる、いわば、問診に対する診察報酬であるが、初診は500点、最新では30分以上の診察で400点、5分以上30分未満は330点であり、30分以上、 時間をかけても、レセプトは、わずか700円しか違わない。このことから、病院経営を考えると、短時間で大量に診療を行い、大勢の患者を診察し、患者の回転率を上げることにつながりやすい反面、患者側からは、診察に対する不満だけが募り、ドクターショッピングに陥る。独協医科大学越谷病院心の診療科教授の井原博士は、 7割の診療報酬収入を精神療法から得ているのだから、精神科医は技術量に見合うだけの意味のある面接をするべきではないのかと語る。2015年、精神保健指定員の資格不正取得問題。心理学者心理学に影響を与えた人物も参照。ありがとうございます。